はい、本日はですね、早朝にもかかわらず取材に応じていただきました、はい、ご紹介したいと思います。嘉右衛門浅草本店の上原さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。本日も朝早くありがとうございます。いえ、ます。こちらこそ、ありがとうございます。今までに2回ご登場いただいて、今回3回目なんですよ、はいはい、ありがとうございます、私ですね、上原さんと目にかかると目から鱗が落ちたりとかですね、私がやろうとしてたことが、あ、それなの、それなのっていう感じで、すっごく心が、そこの方から喜ぶ、そんな感じがあるんですよ。僕はなんかすごい癒していただけるんで。そうですか。そういう風に言っていただけるとすごく嬉しいです。杉山さんにお話聞いていただくと、なんかすごい疲れが抜けるんで。本当に、そんな風に思っていただけてたとは、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい。そしてですね、このお店が出来上がって2年ですし、上原さんがこの、そのお食事、食っていう部分に、特化して活動をされてちょうど3年という節目を迎えるということで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。やっぱり石の上にも3年という言葉があるように、3っていうのはすごく節目だと思うんですよ、はい、多分たくさんのご苦労があったと思うんですけど、はい、それに合わせてたくさんのこう気づきとか、はい、得るものもあったんじゃないかなと思います、はい、そのあたりのお話と、そしてこの3周年という節目を記念してイベントをされるということだったので、はい、このあたりを今日伺わせていただけますか、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい、とちなみにですね、イベントはいつなんでしょうか。イベントは、7月1日の土曜日と翌、2日の日曜日 の2日間、はい、こちらの買い物 で、ね、はい、浅草の方でこのお店の中で、はい、素敵ですね。また2フロア使う感じで、もう今回はここだけで、はい、割とそんな今回はこじんまりな感じで、じゃあでも逆に密接にギュッとした感じで、そうですね、イベントが行われる感じでしょうかね。2年前はまあその結構大きくやって、はい、まあ、1000名ぐらい来ていただいたんですけど、ですよね、にぎわってましたね、はい、まあ、今回はもう本当にちょっとこうなるべく緊密に、はいはい、本当にこうね、仲のいい仲良くなれるような形で、はい、割とこう緩い感じでやろうかなと思いまして。そうですか、はい、でも確かに同じような意図を持っている人同士が集まると仲良くなるのも早いですし、そうですね、本当に必要な情報交換が行われることになる可能性が高まりますから、はい、本当にいらした方同士のコミュニケーションが図れるようなイベントの方が望ましいですね、はい、そうですね、うん、ちなみに今回すでに決まっている出演される方とか、はい、出展される方とか、はい、どんな方なんでしょうか。今ですね、企画中なんですけど、はい、まあ、4名っていうか、まあ、中に団体もあるので、4組って感じですかね。そうです、4組から5組ぐらいで、うん、まあ、今のところですけれども、はい、まだその具体的な内容ちょっといろいろようやく見えてきたって形でもう1ヶ月切ってるんですけれども、はい、まあ、例えば、ちょっと面白いものとしては、はい、こうカルタをやる、子供向けのカルタなんですけれども、まあ、カルタで遊びながら、はい、どういう野菜にはどういうその栄養が含まれてとか、まあ、分かるような、はい、じゃあもう自然と食べ物と栄養素が学べる上に、そうですね、うん、いろんな知識、食に対して、ね、栄養素カルタ、まあ、大人もその楽しみながら、うん、わかめにはこんなのあるんだとかね、はい、人参はこうだっていうのが、まあ、その絵とあとそういう言葉とか書いてあるような形で、いいですね、まあ、私もまだやってないんでサンプル見ただけなんですけども、はい、まあ、面白そうだなっていう、うん、まあ、ダイエットアドバイザーの方が開発されたものを、まあ、初公開、はい、初公開なんですか。初公開ですね、はい、まだ今作ってるところで、うん、もう完成して、まあ、ほやほやの状態で、まあ、こちらでお披露目するっていうのも、ちょっとこじんまり、こじんまりカルタで遊んでみるっていうありまして、そうですか、はい、なるほど、まあ、例えばあとはまあ栄養管理士さんで、まあ、保育園でずっとこう食事を作ってきた方が、まあ、アレルギーのお子さんがすごい多いということで、まあ、アレルギー対策のポイントについてちょっとお話ししていただきながら、まあ、試食できるような形で実際その召し上がっていただいてっていうような、はい、まあ、そういうその、まあ、体験講座でありますとか、うん、まあ、あとは、まあ、女性がもっとこう綺麗になるための、まあ、リンパケア の基本的な講座とか、はい、まあ、呼吸法をちょっとやったりとか、はい、まあ、あと私が、まあ、今までいろいろやってきた取り組みを、はい、まあ、お話しさせていただくコーナーも
まあ、潜りたいなと思いまして。それすごく興味深いです。はい、まあ、小食とかね、超小食とか、まあ、ファスティングとかの話を、まあ、いろいろさせていただくコーナーも、まあ、設けたいなと思いまして、質問を受けたりとか、その場で質問をこう回答したりとか。それなかなかない貴重なチャンスですね。そうですね、割と双方向的にやりたいなと思いまして、はい、実際のところ、今日初めて上原さんのお声やお顔をご覧になる方、はい、まあ、この放送や動画で初めてご覧になる方いらっしゃると思うんですよ。はい、私冒頭で全くちゃんとご紹介しなかったので、はい、ごめんなさいなんですけども、はい、実はすごくこう 食なんですけれども、食の中でもかなり特化した素晴らしいものを提供しているお店じゃないですか。はい、なのでちょっとそのあたりのことをおさらいも含めて、はい、今提供されている食事について、はい、少しだけ触れていただけますか。はい、まあ、分かりやすく説明しますと、まあ、オーガニックな、食材ですけど、はい、まあ、ベジタリアンレストランなので、はい、基本的には肉とか魚、卵、乳製品など動物性のものは一切ない、使わない、食材で料理を作るレストランで、まあ、しかも日本古来のいわゆるそのお寺ご飯、精進料理の、考え方にのっとってますので、まあ、刺激のつい玉ねぎとかニンニクとかニラとかラッキョウとかっていう、いわゆる5つの五分っていう、ね、はい、ものを、まあ、使わない、非常にそのオリエンタルな、ビーガン料理っていうことで、まあ、カテゴリーでいうとオリエンタルビーガンになるんですけれども、うん、まあ、ノーオニオンの、ノーオニオンの何でしょうか、ニンニク、ガーリック、ノーガーリック、ノーオニオンのノーガーリックな、はい、ものを求める方もいらっしゃるので、まあ、そこに特化した専門のレストランということではおそらく日本で初めてで、まあ、多分今もこの店だけじゃないかなと思いまして、で世界中 の、はい、まあ、ベトナムとかマレーシアのお坊さんが、はい、結構団体さんできたりとか、あ、すごい、最近は中国、ベトナム、マレーシア、あとは逆に日本の中で あるお寺さんで、はい、まあ、そういう精進料理で、に戒律にのっとってるお寺さんにケータリングで、はい、お弁当とかオードブルを、まあ、100食200食単位でお届けしたりということも増えまして、ね、まあ、修行のお手伝いもさせていただいてなるほど、はい、いや正直なところ私は今ビーガンからはちょっと遠ざかってしまっている食生活なんですけども、ビーガンって今おっしゃられたように肉、魚、乳製品、卵、そしてまた穀物も取らないっていうような形になってくるとすごく難しいじゃないですか。難しいですね。で特に世の中の普通のお店に行ったら食べるものほぼほぼないないですね。で世の中でベジタリアンのための食事と歌っていても、はい、今言った項目からははるかにかけ離れたものが、だいたいニンニクと玉ねぎはだいたいほぼほぼ8割ぐらい入って、はい、旨味とかコクを出すので、はい、そしてまた場合によってはですね、ブイヨンの中に肉系のものが入ってしまってたりとか、かつおだし使ってるっていうと、はい、厳密なビーガンの方召し上がれないという結果になっちゃうじゃないですか。はい、なので日本人の場合そのあたり結構ゆるゆるなので、そうですね、はい、ここまで徹底されてるお店は本当にないと思います。世界中から、まあ、おそらく60カ国ぐらいはもういらっしゃっているので、そうしますと、はい、まあ、イスラム教の方とか、まあ、ユダヤ教の方とか、はい、いろいろね、はい、まあ、仏教の方とか、で、まあ、戒律がかなり厳しいので、はい、でまあ、そういういろんな宗教の方にも全部対応できるようにっていうような形で、まあ、やった結果として、はい、まあ、そこまで今絞り込んでいるっていうのが一つとしてはあります、ね。ただまあ自分の体験として、まあ、ベジタリアンになって、まあ、もう、まあ、数年なんですけど、はい、まあ、その中で私も初めは五分取ってた時期もありまして、まあ、それがだんだんこう自分が違和感を生じてきてしまって、はい、ちょっともういらないかなっていう時期になってきたのと合わせて、まあ、まあ、こちらの方のレストランはもうほぼほぼオープンちょっとしてから、まあ、大体玉ねぎとか使わなくなってっていう、まあ、自分の体験的にもまあ、違和感を感じる。でやっぱそういうようなお客様がまれですけどいらっしゃいますので、はい、まあ、なかなか困ってるので、まあ、探してきていただいてる。うん、でも今みたいなものが全て入っていない、今のおっしゃられた食材が全部入っていないというと、どんなに味気ない食事だろうって考えられる方多いかと思うんですけど、はい、全然違いますよね、こちらのお料理の場合は。
通に召し上がってらっしゃるお食事と遜色ないどころか、はい、美味しい、はい、で色も鮮やかだし見ても楽しい、はい、食べても美味しい、はい、もう心がどんどん喜んでくるようなお食事に仕上げられているので、はい、別にベジタリアンじゃない方にもぜひお越しいただきたいですよね。そうですね、まあ、やっぱり素材にかなりこだわっているので、はいはい、まあ、素材がその農家さんから直送していただいている、まあ、もちろん無農薬のものなんですけど、はい、まあ、無化学肥料がまあほとんどで、あのまあ8割9割は無農薬無化学肥料で、さらに種をこう昔ながらの方法で、はい、あの自家採取して、あのそういうなったものから種を取ってそれを植えてっていうのを繰り返しているような、はい、そこからあのこだわっている農家さんからもこういただいているので、まあ、それが一つは美味しさの秘訣。すごいですね。なのであの私初めてお目にかかったのが2年半前くらいになるかと思うんですけど、その時点でもすごいなと思ってたんですが、どんどん進化してますね。かなりおかげさまで生産者さんのおかげでかなり進化してまして、はい、そこであとはまあ麹とか、はい、あとまあ醤油とか味噌とかを昔ながらの方法、天然醸造でっていう、あとは調味料とかを、そういう日本古来のものをうまく使ってっていう、まあ、そこがポイントだと思います。わかりました。では7月1日2日もう素晴らしいイベントだと思うのでたくさんの方にお越しいただきたいですし、はい、まあ、今の種のお話とか食材のお話につきましては回を改めてもう一回ちょっとお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。